い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーレジャーってことな、復活の支援、ハメ付きをやっていきたいと思う。今回使うリーダーは、鶴見注意こやつをリーダーにしてやっていきたいと思う。こやつはデッキ内 A 種族か12かいる場合、メイン属性のみデッキ内全員 HP、じゃなくてアタック150、睡眠耐性100、混乱耐性100ということで適正じゃん。そこは、睡眠トゲシールドビリビリの対策を必要と書いてあるんで、睡眠耐性の、水属性の、本来はな、リーダーを使って戦うのが一番好ましい感じだよ。いやがしかしちょっと今回は変わった感じで、やっていこうと思う。なので、こやつをリーダーにした感じだ。そして、トゲ、ビリビリシールドということなので、こんな感じになった。東京リベンジャーズから、こうやって、これは変わったな、ほや。こやつは、スーパーシールドを持ったキャラクター。あと、東京リベンジャーズがいると、とという言葉が、増えるので、なので、使いやすくなるんでな。なので入れてある感じ。で、東京リベンジャーズの、三ツ矢隆。こいつも、スーパーシールドブレイカーを持った、キャラクターで、か、み、で、東京リベンジャーズが入ってると、とが増えるので、タミトという言葉が使える。そして、こうやって、これなんだっけ、リュングージ、人間。こうやったらな、シードブレイカー、スーパー弱体側の持ちの、ケケリリエとが入るので、使いやすくなるので、入れてある感じだ。そして、次は、これは、これは、銀玉の、アニメから、アニメから参戦。こいつは、カツラ光太郎&エリザベス。こいつは、とりあえず入れてる感じだな。そして、こいつは、スーパートゲカードを持ったキャラクターなんで入れてる感じじゃん。あと、カミシドキラ50も、あるぞ。そして、同じく、こやつも、銀玉からの参戦。カーガゴという言葉が使えるキャラクターで、スーパーシードブレイカーを持ったキャラクターじゃん。そして、モンストコラボから。リバースモードネオ。こやつはな、スーパービビーガード持ちと、カリコという言葉が使えるので採用じゃん。そして、ルシファー&第四天使。こやつはな、ルカーガウミラという言葉を使えて、ビビーガード持ちなので採用じゃん。そして、赤ずきんのんの。こやつはな、トゲガード持ちのんという、のという言葉が使えるので採用じゃん。あと紹介してないのは、これ、あとこれか。こやつは、これは、オンクーロン。オンクーロンは、ビビーガード、トゲガード持ち、なので、ビビーとな、トゲがかなり重要なので。そして、リラスロット。こやつはな、トゲガードとシールドブレイカーを持ったキャラクターなので、採用しておる感じだよ。そして、ヴィランスロット。これ紹介しなかったかな。トゲガードとシールドブレイカーを持ったキャラクターなので、採用してる感じだ。ということでやってみよう。BB とトゲがかなり痛いんでな。なので、なるべく防ぎたい。まずは、よし。ザコからちょっと出したいので、トウを置いて、ウーグかなんか使えるやつ来ないかな。かにして、トウチュウってことがあるかな。
中辛って言葉があるかちょっと試してみたいけど、なんていうの、中カツ、カツか、カツにしてみよう。ちょっと中辛って言葉あるかわかんないけど、これにしてみよう。道中、どうせあの振動破壊できないとダメージは入んないね。あの、なかったな。ミノジで言葉反応しちゃったんだね。4文字作れる状態であの誘導の文字出してほしいな。あーちょ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 なるほど、一発、あー弱点になってしまうんだよ。あんまり出せないの、こやつは。連続で狙われてって死んでしまう。したらこれは歯を置いて、歯を置いて、こうだよね、報酬化。これはもう収穫、これでいこう。報酬、報酬か。一応ザクは吹き飛ぶけど、さっきみたいに連続攻撃食らわなければ死ぬことはないので。よし、よし、 OK。 そしたら、今度はこういうのな。武器の塔、これを使う。塔上、塔、もうこれは上塔にして上塔、これでいこう。痛いなこれ。あん、うん、おお、で、回復が遅かったな。これでいけるかな。いけたいけたいけた。いや結構危険じゃな、こやつをリーダーにするのは。まあけど一応勝てないことはなかったの。ザコさえ吹き飛ばせばいい感じだな。で一発しかできないんだよな、取り直しが効かないという感じなんで。まああのこやつを使うときは、ザコを必ず吹き飛ばせる、ようにしないと、一発で死んでしまうっていうのも、分かったの。ということで今回は、ここまで大魔王大魔レイジがお送りしました。チャンネル登録評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。